今日の動画はですね、久しぶりにちょっと殺伐とした動画になるかなと思いますので、殺伐とした動画を見たくない方はこのまますっと今日は動画を閉じていただけたら嬉しいです。しばらくですね、こういった話題には触れてこなかったんですけれども、一度はっきりさせとこうと思いまして、この動画を撮ることにしました。でもねちょっと整体して話すとシリアスになりすぎてしまうので、何かやりながら話したいと思います。ということで今日はですね、久しぶりにトーシューズを脱いながらちょっとお話ししていきたいと思います。トーシューズ脱ぐのはね、めっちゃ久しぶりでございますはい、でもちょっとリボンをつけないといけないので、ちょっと脱っていきたいと思います。で、トーシューズを脱いながらにはなってしまうんですけれども、決して適当にお話しするというわけではありませんので、そちらはちょっとご了承いただけましたら嬉しいです。はい、では久しぶりの新しいトーシューズ頑張って脱っていきます。新しい匂いがする。また新しいトーシューズはねあるんですけども、ちょっと今のうちに塗っとかないと忙しくなってきたらね、もう脱えなくなってしまいますので、頑張って塗っていきたいと思います。久々の裁縫作業ですで、この動画を撮るきっかけなんですけども、ちょっととあるコメントが来てたから、撮影しようかなっていう風になったんですけども、でもちょっといい機会なので、もうこれもちょっと言っときます。コメントなんですけども、誹謗中傷とか妬み、そねみ系はもちろん、勝手な自分の考えを押し付けて怒られたりするコメントは、そもそもね、最初から、YouTube 側の方でこう表示されない、非表示になるコメントっていうのもあるんですけども、それ以外のコメントに関しましては、こちらで削除であったりとか、程度が悪いものに関してはブロックするようにしております。で、これに関しましては、なんで削除するんですかとか、コメント削除したんですかっていうコメントを他の YouTube チャンネルの動画で私も見たりすることもありますし、いろんな意見があるとは思うんですけど、そういう方たちに向けて私はこの動画を作っているわけではないですし、YouTube をやっていく上でなんかわざわざ自分からそういうものを見て、嫌な気持ちになる必要はないなというふうに考えたので、ある時からそういう対応をさせてもらっております。何でもコメントに書けるっていう、自由があるように、こちらもね、そういう対応する自由があることも理解してもらえたら嬉しいなと思います。でもね、もちろんその私が動画で何か間違った発言をして、何かご指摘を受けましたとか、私が間違っていましたっていうね、そういうコメントは消したりはしないです。指摘と誹謗中傷っていうのはまた違うと思いますので、私もね、そちらはしっかりと見分けないといけないなと思ってますし、そういったコメントはまた別なので、もちろんね、消したりはしないです。で、今回ですね、この動画を撮るきっかけのコメントなんですが、他の YouTuber の方のお名前を出されておりますので、全部事細かにご紹介はできないんですけれども、まとめると、お金儲けをして浮かれるなとか、バレエを広めたいという、偽善はやめろといった、そんな感じの内容でした。で、お金儲け云々の話なんですけれども、この方が本当にどういう点で浮かれるなとおっしゃっているのかがちょっとわからないんですけども、ここでは YouTube なので、YouTube 上の収入のお話をするとしましょうか。そのコメントされてきた方は、私が楽して YouTube を稼いでいるとか、調子乗って撮影しているっていう風に思われているかもしれないんですけれども、もうね、 YouTube なんてそもそもね、見られなくなったら終わりですし、多分ね、思っている以上に YouTube ってやること多いし大変なんですよ。撮影するにも、例えば Vlog とか撮影してたら、撮影なかったらこの時間で終わるよなって感じなんですけど、撮影とかしてたら準備とかそういういろいろで倍ぐらいの時間がやっぱかかるんですね。
で、まあ私はまあそれは好きでやっているので、時間かかるのはまあしょうがないですし、それをどうこう言うつもりはもちろんないんですけど、 YouTube ってやっているだけでお金がね入ってくるわけではやっぱりないんですよね。まあそれはね YouTube に限らず、まあ、どんなお仕事でもそうだと思いますし、まあこの YouTube というものが他のお仕事に比べて特別やとは私は思わないですね。ただ YouTube はですね、分かりやすくいいところというか、うん、いい思いをしているところが、まあ、映し出されるからそう思われるのかもしれないんですけれども、まあ、正直言うと、まあ、これは本当にどの職業でも同じことが言えるんですけども、それぞれの気持ちというのは、まあ、同じ立場にならないと、まあ、その人の気持ちっていうのは絶対分からないと思うので、まあ、こういうことを言われても正直何とも思わないです。まあ、気に食わないんやったら、まあ、YouTube なんてもう本当に見られなければ終わりなので動画見ないでくださいという以外もう他に道はないですね。ちょっとだけアイスコーヒーを入れてきました。飲みながら寝そうになりますので。アイスコーヒー好きなんですけど、アイスではなくホットの時期になっているので、まあ、ちょっと寂しいなというところではあるんですけど、ちょっとまだこんだけしか塗っていないのにもう手傷だらけになってます縫い終わる頃にはもう血だらけになってますね。すいません、まあ、ちょっと話が脱線してしまったんですけれども、まあ、今回ですね、特に言いたかったこうバレエを広めたいとかいう偽善はやめろっていうことに関してなんですけども、これに関してはですね、まあ、気づいていらっしゃる方がどれぐらいいらっしゃるのかはちょっとわからないんですけれども、ある時から私全くそういうことは言っていないんですよね。言ってないから思っていないとか、まあ、そういうわけではなくて、いつからかははっきりとは覚えていないんですけれども、ある時から、まあ、いろんな素晴らしいバレエダンサーの方たちがいて、でそれぞれのダンサーについて知っていただきたい、まあ、本当に日本人のバレエダンサーの方って本当にもう世界中、世界各国、いろんな国で働いていらっしゃって、もう皆さん素晴らしいバレエダンサーの方たちばかりなので、なのでそのいろんなダンサーの方たちを知っていただいて、でまあその結果ですね、まあそのダンサーを見に公演に行きたいっていう人がまあ増えたらいいな、そのために私ができることをしたいっていうふうにしかお伝えはしておりません。まあ、そういう風にしか言ってないです。もうね、バレエを広めたいとか言ったらちょっともうめんどくさいことになることが分かったので、まあ、それを言うことはもうやめております。まあこんなことをねわざわざ言うことでもなかったので、今まで言ってなかったんですけれども、まあちょっといい機会だったので、ちょっとこちらもですねお伝えさせていただきました。でまあそもそも偽善だなんだって言われますけども、年々バレエ人口が減っていく中で、まあ、それに対して、まあ、どういう対策がされているのかっていうところは私にはわからないんですけれども、まあ、そんな大きなことは、まあ、上の方たちが考えていると思うんですよね。バレエ界を変えるだなんてそんな大きなことは私にはできないですし言いません。だっておかしくないですか、私がこうバレエ界を変えんねんみたいな感じで発信してたら、それこそお前誰やねんみたいな感じになりますよね。私なんてダンサーとして特別すごいわけでもないですし、たかが YouTube やっているだけなんですよ。でそんなたかが YouTube やってるだけのダンサーですけど、こう自分が楽しみながら自分が大好きなバレエを一人でも多くの方に興味を持ってもらいたいと思って、楽しさを知ってほしいと思って活動することってダメなんですかね。でこういうコメントをされる方は、まあ、バレエを広めたいっていうことを盾にしてお金を稼ぎするな、お金稼ぎするなっていうことを言いたいんだと思うんですけれども、私バレエを広めたいからって何々してくださいっていうふうに皆さんに要求したことは一度もないですよ。最初からあくまでも自分にできることをして発信をして、でその結果
より一人でも多くの方に興味を持ってもらえればっていうスタンスでずっとやってきてます。まあ、YouTube って特に攻撃しやすいのでそういうことを言われるのかなと思うんですけども、いろんな考えであったり信念を持って活動していくっていうことは、まあ、普通のことなんじゃないかなと私は思います。で、まあ、YouTube ってもう本当に大変なので、まあ、本当にそういう信念とか自分がこうしたいっていうその考えがないと続けられないです。うん、お金稼ぎだけを目的として私がそもそも YouTube を始めていたのであれば、もうそんなとっくにやめてます。で、やることをやってお金をもらえるっていうのは他のお仕事でも同様で当たり前のことだと思います。でもまあこの点、まあ、YouTube は結果が公に見えて分かるので YouTube はね、厳しい世界です。でまあここまでちょっと YouTube は大変だなんだって言ってきましたけれども、まあ、それでも私が YouTube をやっていてよかったなと思うのは、この間お声掛けしてくださった方もおっしゃってたんですけれども、おちあこチャンネルの動画を見てずっとやめていたバレエを再開しましたとか、この動画を見てこの公演を見に行きましたとか、チケット取りましたとか、バレエちょっと初めて見に行ってみようと思って行きましたっていう、そういうコメントをねいただいたり、でまあ日本にいるので直接こうお声掛けいただくことも多くなりまして、でその時に皆さん本当にすごい笑顔でこう、千葉子さんいつも動画見てますって言って、頑張ってくださいって言って応援してますっていうことをおっしゃってくださって本当に嬉しいですし、まあちょっとお声掛けいただいてもこううまく対応ができなくてちょっと不愛想に見える時もあるんですけれども、そういうふうに言っていただくと YouTube やっていて本当良かったなと思いますし、その気持ちが報われます。で、よく YouTube やってないでとか、更新頻度落としてとかっていう風に言われたりとか、まあ、あとはご心配のお声をいただいたりもするんですけれども、まあ、そもそも始めたことを途中でやめたりとかすることができなくて、それを守りたいだけなので、自分が好きでやっております。ちょっと最近は忙しかったりで動画が上げられない時もあったんですけれども、まあその辺は自分で調整しながらやっておりますので大丈夫です。で、それにですね、今後うまく回るようにいろいろと今考えているところでございます。もうちょっとです。あとここ1個だけで縫い終わる。今日はここまで。で、 YouTube を始めた時から今までもうたくさんのこういった誹謗中傷はいただいてきたんですけれども、もうねこれだけ長く YouTube をやっていると、何年やってるんですかね私もうね、もう早すぎて、時の流れが早すぎてちょっともう追いついてないんですけど、2019年から始めたので確か19、もう何しかもとにかく長い間やっておりますので、もうそういうね誹謗中傷は本当に何にも思わないですし、なんかまあそういうコメントをいただいたら、こういう動画のネタになるなぐらいにしか思わないぐらいメンタルがタフになりましたので、やっぱ本当ね最初はね結構正直今まであんまりこういう話はしてこなかったですけど、何か言われるたびにうってちょっとまあ思ったりっていうことはもちろんありましてね、最初の方はね。でもまあ本当になんかある時からなんか吹っ切れて、ちょっとやそっとではなびかない鋼のメンタルに、はい、なっておりますので、ちあこメンタル強化だいぶされましたので、でこの動画を見てもまだ気に食わない方はもう動画を見るのをやめていただいて、まあそうすればお互いにハッピーだと思いますのでよろしくお願いいたします。お互いねハッピーでいることが一番やと思いますので、 YouTube なんてもう自由ですし、見ろって言って強制してるわけでもなく、見る見ないは自分で決めれますので、ご自身で決めていただいてという感じで、私は私の動画を見たいと思ってくださる方に動画を作っておりますので、その辺はご理解いただきましたら幸いでございます。
もうね、YouTube やってるともうなんかこんなこともあるんやみたいな、びっくりすることもたくさんありますし、まあでも YouTube をやっていて、私自身も前から顔見知りだったダンサーの方たちとお話ししたり、もう一度こう仲が深まったりとか、そういう機会もありますし、そういう点では私はあまり話すのが得意ではないんですけども、こう人と関わったりするのが好きなので、そのあたりも、まあ、YouTube やっててよかったなと思うことの一つですかね。で、今日はちょっとですね、まあまり気分のいい動画ではなかったかなと思うんですけれども、コメントをいただきまして、今回いい機会でしたので、はい、お話をさせていただきました。まあ、次からまたいつも通りの普通の動画になりますので、普通の動画楽しい動画になりますので、次回からもぜひぜひ見ていただけたら嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。